上昇トレンドでずっと続くんだったらひたすら買い続ければいいでしょう。下落トレンドがずっと続くんだったらひたすら売ればいいよねっていう、こんだけなんですよね。そうですね、これ1億ありますね今。あとはだから待っとくだけです。皆さんにやってほしいっていうのは実際のリアルの口座っていう証拠になるんで、だけど多分何千万かな、3000万ぐらい、まあ、上に行けば勝つと。皆さんこんにちは、三井です。今回はですね、マルチタイムフレーム分析についてですね、お話をしていこうと思います。あくまでもこれ僕の考え方というかやり方なので、それが絶対正しいかどうかはわからないです。ただですね、役に立つ情報というか、それを使って勝ててきたので、皆さんのですね、参考になるんじゃないかなというふうに思います。なので、最後まで動画見ていってください。よろしくお願いします。マルチタイムフレーム分析っていうのを皆さんトレードをやられた方っていうのはなんとなく聞いたことがあるんじゃないかなっていうふうには思ってます。僕もですね、実際ずっとやっててですね、マルチタイムフレーム分析が大事だよね、マルチタイムフレーム分析をやらないと勝てないよねみたいな、そういうことをよく耳にするんですけども、じゃあマルチタイムフレーム分析って言い方長いんですけど、場合によっては MTF 分析って言い方をするんですけども、それについて科学的な話をするとですね、結局それって何ですかっていうと、異なる時間足タイムフレームのことを時間枠って言うんですけども、同時に使って市場の動向を分析するやり方なんですね。これによって結局トレーダーっていうのは何ができるかっていうと、大きなトレンドと短期的な動きっていうのをですね、よりよく理解してその情報に基づいてトレードをするっていうのが座学というかですね、一般的に言われていることなんですけども、じゃあチャートでどうやねんというところですね。根本的に大きな流れに乗りましょうっていうのがマルチタイムフレーム分析の考え方です。例えば大きな流れっていうのは日足とか4時間とかそういうところで上昇トレンドですよねってなった時には、もっと下の例えば15分とか5分とかそういうところでは買っていきましょうよっていう、もう単純にそれなんですよ。基本的にトレンドフォローっていう考え方が僕はすごく好きなんですけども、上昇トレンドでずっと続くんだったらひたすら買い続ければいいでしょうっていう、下落トレンドがずっと続くんだったらひたすら売ればいいよねっていう、そんだけなんですよね。じゃあそれがマルチタイムフレーム分析に当てはめるとどうなるかっていうと、例えば日足とか4時間が上昇トレンドになってましたよって言った時に、じゃあどこで入るんですか、どこで実際エントリーするんですかっていうところで、実際に4時間とか日足のチャートを見て、単純に今4時間のチャートらしいんですけども、ここですよね、上がって下がって上がって下がってって、ここ上がった時点でここでもう上昇トレンドが確定するんですよね。上昇トレンドが確定しましたって言った時に、どこで買うんですかって言ったら、このチャートだけで見た時に買う候補ってここですよね、一旦ここだったりここだったりするんですけど、指し値ここでバーンってバーンって指し値しといたら買うっていうやり方もあります。ただそれってマルチタイムじゃないんですね。一つのチャート一つの時間足だけで見てるんで、それってマルチタイムフレーム分析にはならないんですね。じゃあマルチタイムフレーム分析っていうのは何かっていうと、こういうところで上昇トレンドができましたよってなった、ここら辺でどこで買うか、こういう下がってるところの中で上がったっていうことを確認する、これを結局この5分足とかでやるのがマルチタイムフレーム分析の考え方なんですよね。例えばですね、実際やってみようかなと思うんですが、この辺ですね、実際上がってきましたと下がってきました、下がってきたところのどこで買うんですか。当然やっぱりこう下がってきたら買うっていうのが押し目買いの考え方なんですけども、押し目買いでいくんだけども、その押し目買いするポイントとして、何かな、5分足ですね。今度5時間に対しては5分足、15分足の方が相性が良くて、1時間に対しては大体5分足がいいです。チャートを一番ちっちゃくすると、結局こんな感じで下がってきましたよ。指標で下がってきて、5分足で見た時に一気に下がってきました。こっから上がってくるところを5分足で探すんですよね。下がってきてるんだけど、どこで買いますかっていう感じ。これだったら、もうこの辺でブレイクで入るかですよね。例えば、ね、上の流れが上昇だってことは、とりあえずどっかで買いたい。買いたいんだけれども、それを5分足で見て考えるんですね。例えばこれだったら、安値つけて、高値つけて、安値つけて、高値つけて、ここでですね、もう安値切り上げで、高値切り上げでもう上昇トレンドなんですね。5分足で上昇トレンドになりましたよってなった瞬間に、今度はこの5分足でどこで拾っていきますかっていう考え方、考えていただければいいかなと思います。じゃあこれってどこで入りますかっていうと、これ押し目がないんで入りにくいですよね。
これはちょっと入るとすれば難しいですね。これここから入るとしたら、僕が入るとしたら、僕が判断するにこれはちょっと入れないかな。こんだけ一気に下がったから、ここのスペースを狙うとか、まあそれ全然違う話になってくるんで、単純にマルチタイムフレーム分析だけで考えると、結局安値高値安値高値で抜けた瞬間にここら辺から買えるかな、ここから入って買うというのが考え方です。なので上昇トレンドは続く限りひたすら買えばいいでしょう。それを買うタイミングを5分足で測るっていう考え方です。これが俗に言われるマルチタイムフレーム分析です。ただですね、やっぱトレンドっていつか終わるんですよ。そのいつか終わるっていうところを今度逆張りで入ることも不可能ではないですね。やっぱりトレンドが変わるときはこういう短期足からどんどんトレンドって変わっていくんで、そういう使い方もできないこともないけれども、ただやっぱり勝率というか勝ちやすいのは、本当に順張りの順張りって言い方が正しいのかどうかわからないですけども、そういうこと言っている人もいるんですけども、例えばこれ4時間でこの辺で買うっていうのは押し目買いなんで、順張りなんで、もう順張りで、なおかつそれを5分足に下ろした時にしっかりと上昇トレンドを確認してから買う、これは本当に順張りの順張りですよね。下がって上がって下がって上がって、この辺かな。だからこの辺から買えないこともないですよね。さっき15分だったらちょっと見えなかったんですけども、5分足にしたら安値高値安値高値落ちてきたところですね。この辺から買っていける、こういう感じですね。安値高値安値高値で、ここの高値を抜けてここ下がって上がっていく、この辺から買っていくのがセオリーというかですね、考え方であるんじゃないかなというふうには思います。っていうのが一般的なマルチタイムフレーム分析です。なんとなく分かってもらったんじゃないかなという感じです。ポイントとすれば、一旦は長期足ですね、日足とか4時間でトレンドをまず見つけること。トレンドを見つけたら、あ、今って上昇トレンドだよね、だったら今度5分足とか15分足でもう一回そこの下で上昇トレンドになっていることを確認してエントリーをするという感じです。上昇トレンドであれば押し目買い、下降トレンドであれば戻り売りっていうのが一番わかりやすいんですけれども、やっぱり5分足とか1分足とかになっちゃうと一気にこうガーッて上がっていく時があるんで、その時はブレイクって言ってですね、この高値を抜けたところでですね、上昇トレンドっていうのが確定するんで、そこでブレイクで入るっていうのも、まあ、長ち間違いじゃないよねっていう感じです。動画の途中ですが、 LINE 登録していただいたらですね、無料で7大特典っていうのをつけようと思いますので、ぜひ LINE 登録の方よろしくお願いします。あとですね、利確をじゃあどこにするんですかっていう話です。それよくみんな間違えるんですけど、4時間でチャートをずっと見ているじゃないですか。エントリーするのは5分足だったとしたら、5分足のトン切りはだから5分足のところでも設定してもいいんですけども、ここですね、直近の安値のところに損切りを置いて、じゃあ利確ってどこにすんのって言ったら、これ僕人によって全然違うと思うんですけど、僕どっちかっていうと利幅引っ張りたい人なんですね。引っ張りたいんだったら、もともと見てたこの4時間の高値ですね、この高値まで引っ張りたいよねって思っちゃいます。ちょっと欲張りかもしれないんですけども、そっちの方がやっぱり圧倒的にリスクリワードが高くなるんでという感じですね。なんでその辺はだから人によって全然違うし、やっぱりトレードスタイルにも変わってくるんですね。5分足とかスキャルピングやってるような人たちはですね、おそらくもう5分足のチャートを見て、この辺損切りにするからリスクリワードって考えて、損切りここに置くか、その倍ぐらいこの辺でもサクッと利確しようっていう人もいるだろうし、もうちょっと引っ張りたい、この高値まで引っ張りたいっていう人もいるだろうし、僕はどちらかというと全然スイングとか持てる方の人間なんで、損切りをここに置いてもっと上まで引っ張りたいっていう考え方をしてます。それは本当に今トレードのやり方というかスタイルは人それぞれなので、どっちが正解っていうのは当然はないです、という感じです。マルチタイムフレーム分析の説明は終わります。今日は最後までありがとうございました。マルチタイムフレーム分析ですね、皆さん得というかですね、ご理解していただけたんじゃないかなというふうに思います。これからですね、そういう僕がやったやり方でですね、実際にトレードをしてですね、利益が出るんだったら非常に僕としても喜ばしいなとは思います。ただですね、やっぱりトレードで全然利益が出ないとか、もっと三井先生から教わりたいという方はですね、チャンネル登録していただいてですね、もしよろしければですね、概要欄に公式 LINE のですね URL 貼っておりますので、そちらの方から
登録の方よろしくお願いします。それではですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。三井でした。